2023年の NHK 大河ドラマ、どうする家康は、松本潤演じる徳川家康が逃亡するシーンから始まります。桶狭間の合戦で、今川方だった家康は、信長に包囲されている大高木に兵糧入れを行いました。しかし、桶狭間では、主君の今川義元は打ち死にし、家康は決断を迫られます。牢情戦か、撤退戦か。ドラマでは、家康が最初にった決断は、 そのどちらもでもなく、進化を捨て、自分一人で逃げるというもの。つまり、戦国時代の家、集団よりも、個人の生存や幸福を優先しており、現代劇として始まりました。現代劇とは、時代劇に対して作られた言葉ですが、場所や時間が現代にセットしてあるだけではなく、登場人物も視聴者と同じような論理で動きます。どうする家康では、序盤にこういった描写が、さらに続きます。 例えば、有村架純演じる家康の正妻瀬名とは恋愛結婚しており、瀬名は合戦に向かう家康に対して家来や戦なんて放っておいて家族で逃げることを提案します。対して時代劇は当然江戸以前が描かれますが決定的な違いは登場人物の行動する際の論理が現代と異なっていることです。個人よりも家ですし時には切腹も自しません。要はプロトコルが違うのです。 このプロトコルに沿っていれば、その時代の人として生きていけます。どうする家康でも、家康と瀬名以外は、基本的には時代劇の登場人物です。特に、松島七子演じる、家康の母親、お題の方は、瀬名と交代子になっており、自身も当時の政治情勢に合わせて、離縁や再婚を経験。一時期、 敵方にとらわれていた瀬名を助けたい家康に対しても、主君たる者、家臣徳義のためならば己の妻や小ごとき平で打ち捨てなされ、と一括します。時代劇や実際の家康にとっては、自然ですが、ドラマの家康は耐えられません。つまり、どうする家康は、現代人徳川家康が異なる論理で動く異世界である戦国の世で、天下人になるまでのドラマとして設計されています。近年、小説投稿サイト 小説家になろうって何の変哲もない現代人が異世界に行き、現代科学の知識や特殊なスキルなどを使って異世界では大活躍するという物語が人気です。なろう系と呼ばれます。すでにジャンルとして成熟しており、これを逆手にする異世界おじさんという作品もあります。これはヤンキー漫画に対するエリートヤンキー・サブローのようなポジションで異世界転生ものによくある場面やキャラを逆手に取ってギャグにしています。 作本の小沢亮太は、同時期に木村拓哉主演の「レジェンドバタフライ」を手掛けました。本作では、天下人ではなく、単なる人間として日和つつあった晩年の信長を、明智田天下人として演出するシーンがあります。天下人を降りようとするから、中殺する。本能寺の変という流れです。やはり、運命共同体である家が天下を取るために、個人の意思は二の次になります。どうする家康は、 この逆現代人が天下人として上がっていくなろう系だと思われます。楽しみなのは後半の描き方です。2022年のドラマでは鎌倉殿の13人エルピス初恋の悪魔と家を大切にするあまり暗い決断が続き悪に手を染める描写が多くありました。しかし「どうする家康は」はこの後300年続く徳川家を築くにあたりこれを明るく乗り越える必要があります。